でその SNS が上手い選手が強く見られる流れがあるっていうことで、で試合後にもこうまあ、具体例でこう無料の宣伝等でまあ、平本選手の名前を挙げられてましたけど、はい、あれは結構前から言おうと思ってたんですかね？いやえー、っとなんかそのそういうことを僕のそう YouTube メンバーの次郎と水戸が教えてくれてあの萩原選手と僕の試合の時にあトイレ休憩行くかなみたいなことを言ってたみたいで、うん、あそれ見せてもらって。 そういうことを言ってたんで、なので、なんか、あじゃあ、まあでも宣伝してもらえてるなと思、<laughs> じゃあ、今回試合勝ったから、バンバン宣伝してもらって、僕が勝ったっていう事実を国内、いや、世界中に広めてもらおうかなと思って、はい、で言いましたね <laughs> ちょっとその平本選手が先ほど、リング上で、11月の大会で、ドミネーター選手との試合が発表されたんですけど、はい、まあ同じ階級ということで、その試合についてはどう思いますか まあえっとまあ、試合なんでその100%はなくて絶対はないと思ってるんでもちろんお互いにその分があると思うんですけどうんなんだろうな自分に勝ててなくて萩原選手に勝ててなくてでドミラさんに勝てるっていうのはどうなのかなと思っててだから、まあ、今度は逆に僕はトイレタイムに行かずにじっくり見てやろうかなと思います。